アルフレッド・トーマス、フレティ・ハイモアはイギリスの俳優、ロンドン出身。父親は俳優のエドワード・ハイモア、母親はダニエル・ラドクリフやイメルダ・スタウントンのエージェントであるスーラ・ティマー。1995年生まれの弟バーティも俳優。ケンブリッジ大学をダブルファーストの学位で卒業している。趣味の一つはサッカー。 シーズンチケットを持っているほどのアーセナルファンである。また、テレビゲームも趣味。クラリネットを演奏できる。また、映画、奇跡のシンフォニーで演じるために6ヶ月間特訓したため、ギターも演奏できる。2009年夏、同じく子役のダコタ・ファニングとのディナーデートが報じられる。1999年に、ウーマントーキングダーティーでデビュー。 2004年公開のマーク・ホースター監督作品、ネバーランドにて、ピーター・パンのモデルになったとされる、ピーター少年役での自然かつ繊細な演技が評価され、放送映画批評家協会賞若手団優勝などを受賞し、注目の子役となる。翌年公開のティム・バートン監督作品、チャーリーとチョコレート工場で、ジョニー・ディップの推薦により、主人公、チャーリー役に起用された。 同作品で再び放送映画批評家協会賞若手団優賞を受賞した。2009年公開の鉄腕アトムをハリウッドでアニメ化したアトムでは主人公アトムの声を担当した。2013年に放送開始したドラマベーツモーテルではノーマンベーツ役を演じている。2017年に放送開始したドラマグッドドクター名員の条件では主演及び制作を める尊敬する俳優は、ネバーランドや、チャーリーとチョコレート工場で共演したジョニー・デップ。ケンブリッジ大学、エマニュエル・カレッジでスペイン語とアラビア語を専攻。ダブルファーストで卒業。フランス語、スペイン語を流暢に話す。日本語吹き替えは、岡本信彦が主に担当している。幼少期は、池田京介や白石良子。 神木隆之介等が演じていた。ありがとうございます。